ちは、いいものレーダーチャンネルのコツさんです。今回はですね、3弾のスーパースターポケモンタグのプレゼント企画、はい、今回もやっていきたいと思います。はい、で今回ねプレゼントするタグなんですけど、まずこちらレシラム、レシラムね、はい、こちら1枚になります。そしてゼクラム、ゼクラムがですね、なんと今回大量ゲットで4枚です、4枚、はい、そしてはい、キュレムが、はい、これは2枚です、はい、2枚、そしてルギアそして巨大マックスするバンギラス、そしてこちらも巨大マックスするリザード、はい、ということでね、はい、一応ね目標であった2桁の10個のタグをねプレゼントすることができます。そしてもう1個、はい、こちらですね、プレゼント企画ね、でプレゼントしますって方で、あの最後ね手続きがなかったので伸ばしちゃって、2回のプレゼントの手続きを逃れてきた、レックーザ、これ1段だよね、1段のレックーザ、はい、こちらも合わせて全部で11のスーパースターポケモンタグをプレゼントしたいと思います。ちょっと詳しくはね、ここだとちょっと時間かかるのでちょっと移動したいと思います。それではせーの、ふっ、おー、はい、ということでワープしてきました。こっちの方がね、まあ詳細はね話しやすいので、ね、ちょっと移動してきました。で、あの最初にですね、まあ、お願いがあるんですけども、まあ、今回ねあの抽選ね、する、まあ、プレゼント企画なんですけども、この抽選をね一緒に楽しんでいただける方がねご応募いただけますようにお願いしたいなというふうに思います。当然ね抽選ですので当たる方もいらっしゃれば外れる方、まあ外れる方の方が多いんですけども、ね、まあ外れても楽しめるという方でねお願いしたいなと思います。外れてもねちょっと悪態つくっていうのはちょっとね、その後もね、あのなんか嫌な感じが残っちゃいますので、ぜひぜひですね、楽しめるという方でお願いしたいなというふうに思います。はい、それから個人でねやってるプレゼント企画ですので、どうしてもね仕事もしてますので動画が遅れたりとかですね、メールのやり取りがちょっと遅れたりとかする場合がね結構あります多々あります。はい、まあそれをご理解いただける方でねお申し込みお願いいたします。はい、それからですねタグなんですけども、まあ一応ね全部確認してですね、まあ傷とかはね目立つ傷とか汚れはねないんですけども、なんか細かい傷をねよく見たらねもしかしたらあるのかもしれません。はい、でもしこうねタグに初期傷とか傷がついててですね、まあ、気にしないよと、うん、ね、届いて傷がねあって、いやこれ傷ついてるから交換してくれって言われてももう交換するタグありませんので、まあ、その辺をですね、まあ、うん、まあ、もし傷がついててもついてませんけどね、まあ、パッと見ねついてない汚れもないですけども、あっても大丈夫だと気にしませんという方でお願いいたします。はい、で、応募方法なんですけども、ちょっと以前と少しね、変えました。はい、下のですねコメント欄に応募用リンクというのがあります。はい、それをクリックしていただいて、Google アンケート、ね、正しくは Google フォームっていうみたいなんですけど、そちらに入っていただきます。そうすると5つの項目があります。うん、1つ目がメールアドレス、これはですね、当たった当選したよといった場合に連絡用の、ね、ツールになります。はい、ですので、まあ、いつもご利用いただいている、ね、E メールアドレスで、ご登録、ね、された方がいいかなというふうに思います。はい、それから2つ目はですね、
今回まあね、応募したいタグですね、全部で7種類あります。はい、A から G まであるんですけども、まずですね、 A がレシラムね、 A で、 B がゼクロム、これ4枚あります、4枚、そして C がキュレム、これ2枚あります、2枚ね、はい、で残りは1枚ずつで、ABCD ですね、D がルギア、個人的にはこのタグの絵が、ね、好きなんですけどね、はい、ルギア、はい、そして E が、はい、巨大マックスするバンギラスですね、ダイマックスポケモンですね、はい、続いて、こちらもダイマックス、巨大マックスするリザードね、もしゲットしてない方はね、ぜひね、これも多分ね手に入れたい一品じゃないかなと思いますけど、はい、あ、これが F ですね、リザードが F です、F、はい、で最後にですね、3段ではないんですけど1段からですね、あの抽選で、あの手続きがね、こううまくね、いかなくて残ってしまったリザード、はい、1段の時のねリザード、はい、ね、こちら今これゲットするのは大変かもしれないね、はい、これが G になります、はい、で、まあ、A から G までね7種類ありますので、まあ、欲しいタグをね1つ選んでいただくことになります。まあ、今回のね応募には、まあ、ABC もありますし、まあ、その隣にねポケモンの名前もありますので間違えることはないかなというふうに思います。はい、そして3つ目が、YouTube 名というふうになります。YouTube で登録している名前ですね、当チャンネルだったらいいものレーダーチャンネルというような形で、はい、YouTube で登録している名前でお願いいたします。はい、そして4つ目がウェブネーム、うん、分かりづらいですけども、まあ、あだ名とかね、もしくは、通名、なんだろうな、まあ、今回ですね抽選するときにお呼びする名前、私ならカズサンドみたいな感じでね、その名前を、ね、呼ぶときの名前でお願いします。で YouTube 名とね同じでもいいよという人は、ね、YouTube 名とウェブネーム同じでも大丈夫です。ただし、記入はひらがなかカタカナでお願いいたします。漢字ね読み方が分かんないやつとかねあったり、英語もねなんて読むのか分かんないね、のがあったりしますので、そこね全部ひらがなかカタカナでねお願いいたします。はい、そして5つ目は当チャンネルへの一言ね、何かいただけると嬉しいと思います。はい、1つ目、メールアドレス、2つ目、応募したいタグ、3つ目 YouTube 名、4つ目ウェブネーム、この4つに関しては必須、必ず記入してくださいねとなります。で最後の5つ目の当チャンネルへの一言は必須ではありません。一応ね記入もできますし、しなくても大丈夫だよというふうになっておりますけども、まあ一言いただければ嬉しいなと思います。やめしまえとかね、そういうのはちょっとね心が痛くなりますのでね、そういうのはなしでお願いいたします。はい、で、今回ねこの利用しているこの Google アンケート Google フォームなんですけども、まあ、使用する、ね、種類のブラウザとか、もしくはそのブラウザのバージョンによってはですね、その機能しないというのが、ね、あるみたいです。ちょっと詳しくはね分からないんですけども、で、最新版の Google Chrome からは問題なくね、できるということなんで、もしなんか登録できないよという場合は、まあ、最新版のね、Google Chrome を入れていただいて、Google フォームの方にて登録していただければなというふうに思います。はい。で、おお、
滑舌が悪いですかね。はい、すいません、携帯が反応しましたね。はい、で登録ね、うまくいくとメールに返信があります。うん、返信メールが行きます。今回こういう内容で登録しましたよっていうなんか、ね、登録したメールアドレスに行きますので、それが来れば登録完了だと、行かなかったらうまくいってないという形になりますので、それがね判断材料になるかなというふうに思います。はい、でもしですねうまくいかなかった対処がね、ちょっと遅れないんですけどとかね、ちょっと相談されてもですね、ちょっと答えることね、私もよく分かんないので、相談ね、いたしかねますので、届いてるかどうかっていうのね、ちょっと皆さんの方でいろいろ調べてですね、登録していただけたらなというふうに思います。ちょっとね、対処してくださいとか、ね、相談されとかね、相談するとかいうのはちょっといたしかねますので、そこでご理解いただければというふうに思います。今回初めてやるんでうまくいくかどうかねちょっと怪しいんですけど、多分ね実験の段階ではうまくいってますので、大丈夫だと思います。はい、で、肝心な応募期間なんですけども、今日の2021年5月4日火曜日スタート、そして2021年5月22日土曜日22時が終わりとね、そこの間で、応募期間とさせていただきます。はい、ね、5月22日22時までにはね、ちょっとね今回のこの抽選楽しんでみようかなという方ね、ぜひぜひご応募ください。で、抽選方法なんですけども、これはね前回と同じです。まずですね、ご応募いただいた中で、抽選する順番をね決めます。それは動画でねまたアップしますので、なかなかねその説明しづらいので、前回やった抽選の順番決め動画を下のねコメント欄にリンク貼ってありますので、そちらを参考にしていただければわかるかなというふうに思います。はい、で抽選も前回と同じです。結構ね面白かったっていう声が多かったですので、目指したのねゲームを絡めて抽選をしていくと、で、ポケモンをねゲットするときにボールを投げると、で投げるときにですね投げる前に、その順番ごとにですね、今回は誰々がゲットチャンスですよと言ってボールを投げます。で真ん中にいる、ボスポケモンがゲットできたら当選とおめでとうございますというふうになります。でゲットできなかった場合はその次の順番の方にチャンスが回るというシステムになっております。はい、それをですね一緒に楽しんでいただければというふうに思っております。そのね抽選してる動画をね前回の動画も下にリンク貼ってありますので、まあ、ご覧いただければねまあ、わかるかなというふうに思います。はい、で当選されたね、見事ご当選しましたという方にはですね E メールアドレスね今回登録していただきますので、そちらに、まあ、通知をさせていただきます。そして、郵送タグのね郵送手続きをさせていただきます。はい、で郵送のためにですね、郵便番号ご住所お名前この3つはね送るのに必要ですので、それをお聞きいたします。まあ、個人情報になりますのでね、その知り得た個人情報に関してはもう本当にタグをね送るだけに、利用することはお約束いたします。はい、今までねそんなトラブルないですので、まあ、大丈夫だと思いますが、ね、で、手続き終了後終わってからね、もうなるべく早くねタグを発送できるように努力いたします努力いたしますなかなかね仕事をやりながらね YouTube をやるってなかなかね、大変なんですけども、まあ一応これねこれに関してはね頑張って早くとねいうことで動いていきたいと思っております。ガオレ時代からねずっともう何回もこれねプレゼント企画やってますので、まあね昔から比べるとねだいぶ進化ね少しずつ変えてチェンジしながら進化させているんですけども、まあね今まで、まあ、大きなトラブルはね
ありませんので、まあ、今後もねトラブルないようにですね進めていきたいと思いますので、応募いただける方もね、ご協力お願いいたします。ということで一緒にプレゼント企画楽しみましょう。 See you next movie!